専門的な職業ならではの裏話って、興味をそそられるよね。看護師っていう職業にも、そんな話がたっぷりありそうだと思わない？看護師というと女性を思い浮かべがちだけど、今回のスレッドの主役は男性看護師だ。将来的に看護師を目指そうとしている男性にも、役立つ話が満載だと思うよ。リアルな恐怖体験も聞けちゃう。お得なスレッドじゃないかな。看護師だけど裏話とか不思議体験を、淡々と話す。地方の総合病院勤務。男。書き溜めてないからのんびりやってく。男。解散。一致の唐突な自己紹介でスレッドが始まったよ。相手が男性と分かったことで、速攻興味をなくした人もいたみたいだね。そんなスレミンには構わず、一致が看護師ならではの裏話に切り込んでいくよ。一致、看護師はやっぱり低層の観念が低い人が多い。いきなり、気になる話題が登場しているよ。冒頭で一気に興味を引くこのやり方、なかなかうまいよね。一体どんな風に低いのか、さらに詳しく語ってくれるよ。さすがに業務中はないけど、患者に連絡先渡されちゃった。とりあえず会ってみよ。ってのは割とある。大抵交際には至らないけど、その夜に何があったかはお察し。うちの病院ではないけど、看護師が新人で入ると医者がバーベキューに誘って、一通り味見しようとするとこもあるとか。こんなドラマとか漫画みたいな話って、本当にあるんだね。お察しという部分に、大人の雰囲気を感じてしまうよ。俺6回ぐらい入院したのに連絡先とかもらったことないんだけど。多分、それが普通だよね。2、医療ミスは大抵隠蔽される。かっこ多数経験。題目の通り、印象的なケースでは、脱水と低経血症で入院したばあさんに経補正するために、KCL っていう形成剤を点滴で投与。翌朝急立ちして、家族へは低経による不整脈で多死亡したと説明。ところが多死亡直前の採血結果では、尋常ではないくらいの光景になってた。経の入れすぎによる不整脈だったのではと噂されたけど、結局大ごとにはされなかった。またまた、ドラマみたいな話が出てきたね。ちなみに低経血症っていうのは低カリウム血症のことなんだ。そして投与された KCL というのは、補給剤である塩化カリウムのことを指しているよ。これには、スレミンもざわざわが止まらないね。これは普通に昔から。だから病院や医者選びが一番大事。これ丸人じゃん。確証がない。事実なのは多死亡直前に後傾だったというだけ。急立ちした原因がそもそも不整脈によるものなのかすらわからないよ。あくまで噂なんで。なんとも好奇心をかきたてられる内容だね。本来はフィクションの中にしかないような話題に、スレミンもだんだん引き込まれていくようになるよ。あかんやつや。3、幽霊はやっぱいるかも。やっぱ病院だと心霊体験はよく噂される。俺が体験したとこだと、空室からナースコールの連打とか、仰向けた日からだが目を離した隙にうつ伏せとか、仮眠室で寝れないくらいラップ音バシバシとか、特に印象的なのは口述します。疲れからの気のせいだろ。本当のところは、どうなんだろうね。診療科は？ないか。3A、隣に死神が、個室に入院してきたばあさんが急変、あと数時間だなという話になり家族を呼んだり、多死後処置の準備してたりしたら、急変患者の隣に入院してた個室の寝たきりのボケばあさんが突然、隣に死神が来てると叫んで拝み始めた。急変とはいえ予測された状態悪化だったから、バタバタしてたわけでもないし、なぜ隣のばあさんが知り得たのかは謎。その1時間後くらいに急変患者は亡くなった。まか不思議な話に、自身の体験談を語るスレミンも登場だ。入院患者だけど、お盆に夜中水道の水が出たり止まったりした。スレミンの怖い体験談も挟んだところで、一致のさらなる恐怖体験が続くよ。3B、子供がそこにいるだろ。多死が近くなるとうちの患者は大体、子供がそこにいるという、いないよ、となだめるんだけど、あまりに数が多いので変だなぁと思ってたら、ある患者が、子供がカーテンにしがみついて降りてくる。と言い始めて寒気がした。うちの上の階って小児科だった。最後の一文で意味が分かって、ゾッとするスレミン続出だろうね。ここ数年ネットで読んだ怪談の中で一番リアルで怖いわ。お前ホラー書く才能あるぞ。びっくり系に頼らずになかなか良いオチ書いてる。幽霊の話は、直接見たって話はないなぁ。3A、3B くらいの地味な話しかないんだごめんね。でも面白いぞ。俺昔から入院多くてナースとよく話したけど、実中ハック心霊体験話持ってたわ。お化けって絶対いると思う。4、医者って本当大変。ガチの怪談話でゾッとした後は、医療従事者あるあるな話でもう一度ゾッとできるよ。俺が今日連続17時間勤務だったわ眠すぎ。
と同期の医者へ話したら苦笑いしながら、俺の最長は36時間だぞ。って言われて愛想笑いもできなかった。マジでお疲れ様です。医療関係者の苦労が伺える話題に、スレッドの流れは心霊系からお仕事系に変化していくよ。看護師目指してる高一の男だけど、看護師って給料いいの？あと残業とかは結構ある感じ？残業や給料は病院によるけど同年代同学歴よりは高いよ。あと看護師はやめとけ。自分は看護師なのに、看護師はやめろという一致。いろんな苦労を知っているからこそ、わざわざこっちに来る必要はないっていう気持ちなのかな？5、助けて襲われる。俺がシャバザハット激似のばあさんへ、食事量を危機に放出しただけで間髪入れずに叫ばれた。男性看護師はまだまだ数が少ないので、NG 出されることは結構ある。シャバザハット激似でも女なんだ仕方ないね。シャバザハットではなくジャバザハットだ。世話をしてもらう患者の側にも、看護師は女性っていうイメージが、こびりついてるのが伺えるエピソードだ。ちなみに一致が名前を間違えたジャバザハットは、スターウォーズに登場するエイリアンの名前だよ。詳しく知りたいならググってみよう。ごめんねジャバザハット。6、給料は結構いい。3年目の俺でも年収500万は超えてる。男は貯金してる人が多いけど、女看護師の中には、車検経験したことない4年以内に新車で買い替えるから、という人もいる。やはり医療関係者は高収入だということを、裏付ける話題だね。ちなみに病院内での高収入ランキングは、1位医者、2位薬剤師、3位看護師の順、業務量と比較すると多分薬剤師が一番コスパいいぞ。これから医療関係を目指そうと考えているなら、無視できない情報だよ。7、女の体は見放題。実習中のことだけど男性看護師の更衣室が用意されてなくて、女子と一緒に着替えてたことがある。メンバーと仲良かったのもあって、案外角も立たず生着替え見放題だった。就職してからもやっぱ女の職場なだけあって、役得なことは割とある。幻想はぶち壊れるけど。こんな漫画みたいな話があるとは、看護師を目指す男性が急増するかもしれないね。8、なんだかんだ患者が大切。医療従事者の中で一番患者を大切にしてるのが看護師だと思う。この人が残りの人生幸せに生きるには、手のみんな真剣に考えてる時には、それが原因でスタッフ間で喧嘩になることも、看護師は陰湿で怖いとよく言われるけど、それだけ患者への思いが熱いからってのもあると思う。これは結構意外な話かもしれないね。看護師や医者が怖くて病院に行けないっていう場合には、ちょっとは救われそうだ。9、VIP を優先。大体どの病院にも VIP ルームというものが存在する。ただの個室よりはるかに料金が高く、下手したら担当するスタッフの数も全然違う。うちの病院ではそんな VIP 個室で、本当か嘘かとある決まりがあるそうな。他の患者が多岐にかけてても VIP の用事を優先する。地獄の沙汰も金次第。なるほどね。そこで働いている人にしかわからない。裏話らしい裏話にスレミンも納得しているみたいだね。10、あんたに最後を見てほしい。患者が呼ぶことがある。俺が夜勤で仮眠してたら夢に入院患者が出てきて、急いで来てほしいと言われて目が覚めた。ちょうど休憩終わりの時間だったから。そのまま仮眠室を出て何の気なしにその患者の病室へ行くと、目の前で心臓が止まった。懇意にしていたスタッフを呼ぶということはたまにある。日常的に人の生死に携わっていると、そういうこともあるのかもしれないね。11、頭に男性器がついてるんです。これは教官から聞いた話。精神科に勤めてた教官が外来診療で看護相談を担当した時に、若い女性が頭にターバンを巻いてやってきた。今日はどうされましたと聞くと、頭に男性器が生えたんですと泣きながら訴える。目の前でターバンを外してもらっても当然生えてない。統合失調症による妄想だったわけだけど患者からしたら妄想も現実。実際頭から生えたら泣くわな。話だけ聞くとかなり滑稽だけど、ご本人にとっては全く笑えない話だよね。時代劇見すぎたんだろうな。お前は現役なのか？現役だけど噂や伝え聞いた話もあるから、話半分で聞いてもらえると嬉しい。12、救急外来で早く見てほしい。救急外来は一般外来と違って予約がない。だから重症の患者の診察が優先されて、軽症は後回しにされて何時間も待たされることもしばしば、どうしても先に見てもらいたいときは、胸が苦しというと割と早く見てもらえます。が、本当に軽症なら言わないようにしてください。これは、本当に具合が悪い時に使いたい裏技だね。ただし他の人の迷惑になるから、一致の言う通り自分勝手な都合では使わない方がいいね。13、セクハラはご法度。女性看護師へのセクハラはよく問題に上がる。下ネタな質問をしたり、体を触ったりシャワー浴の介助で指名してきたり、
よっぽどヤバいことでなければ泣き寝入りになることがほとんど。それを知ってか知らずか、内気な若い看護師ばかりを狙う常習犯もいるんだが、そういう奴には俺たちが熱い看護をしてやるから、覚悟しておくがいい。こういうネタもフィクションの世界ではよく上がるけど、実際にあるんだね。俺も看護師になりたいんだが、薬剤師にしとけ。看護師を目指すスレミンに、一致のしみるアドバイスだね。14、ボーマル行為もご法度。人の生きた死にが関わる場所だから、興奮する患者や家族も多い。時には殴られたり突き飛ばされることもあるが、まあまあ仕方がない。でも理不尽にボーマルをしたり反省の色がない時は、強制退院になることも、ブラックリストに載せられて受診拒否ということもあるので、あまり無茶はしないでほしい。これって医者もされたりするの？医者のがボーマルされるよ。前に入院患者が勝手に家に帰っちゃって大騒ぎになったことがあって、先生から注意してもらったんだけど突然激高。先生の胸ぐら掴んで殴り倒して、転ぬてやるとか叫んで警察に捕まった。本当にこういう人っているんだね。怖いな。スレミンも同様の感想を持ってるみたいだね。そういうとこついた医者大変やな。理不尽だよな。かわいそう。ちょっと笑ったけど、もうお察しだと思うが面白いネタは最初に話しちゃったから、もう小ネタしかないんだわ。あとは質問あれば答えながらネタ思い出したら書いてくってことで、しょぼくてすまんね。看護師になるには何すればええんや。地元の付属病院持ってる看護学校へ行って勉強するんだ。実習が一番きついけどそこは気合で乗り切れ。役に立つ情報だよね。次のスレミンは、自身の体験を一気に相談するよ。前入院した時に点滴に血が逆流して、ようやく交換しに来てくれたんだけどそんなもんなの？点滴が空になって逆流したってことだよな。たまーにあるけど逆流ってそこまでヤバくないからそんなに心配ないよ。凝固して詰まったらあかんけど。そう空になった。毎回だったから最後の方はそれが普通なのかって思ってたけどそうか。やっぱミスだったのか痛かったもんな。点滴のバックは完全に落ちきる前に交換するから。むしろ痛くないのが普通だね。次からは落ちきる前にナースコールで呼んでいいと思うよ。入院した時には気をつけたいポイントだね。今までスレミンがおとなしく話を聞くようなスタイルだったスレッドが、この後から少し活性化してくるよ。彼女が看護師だわ。世の男がナースに憧れるのが意味不明だわ。気は強いし理屈っぽいし、どこがいいのかわからん。同じ職場で働き、本当の女性看護師を知る一致ならではの感想だね。あ、男部屋で同室になった若い患者同士がカップルになったのはあったわ。看護婦と付き合いたいんだけどどうしたらいい？男たちの夢を叶える方法ってあるのかな？一致が解説してくれるよ。まず両腕を折るか、神経系の病気で入院します。身の回りの世話を看護師にやってもらって仲良くなります。退院するときに連絡先を渡して院外であって、そっから先は知らん。意外と詳しく説明してくれる一致だね。この後も、質問にどんどん答えていくよ。医療ミスって年何回くらい起こるの？ん？どの程度のものまでをミスとするかによるけどな。転倒とかも含めるなら月1はあるかな。生死に関わるのは年1あるかないかじゃね。男の看護師って何歳までやるの？出世とかあるん？基本定年まで。体壊したら事務系の仕事に移るかな。出世は少ないけど昇給してくから肩書き同じでも給料全然違ったりする。病院によるけど。病院によっては昇給ありっていうのは、ちょっと希望が持てるよね。スレミンの質問は、この後も止まらないよ。連絡先聞いてもいいの？聞いてもいいけど大抵教えてくれないよ。仕事中だし。むしろ患者から教えれば業務後に連絡来たりするんじゃね。働いてて納得いかないことってある？笑顔で施設に送ったのが褥瘡とかでボロボロになって帰ってきた時。ちゃんと見てたのかと思う。それまでの治療経過を知ってるだけに辛いわ。どんな仕事にも、やりきれない場面があるんだってわかるよね。そして話題は再び心霊系へ。もっと幽霊とか魂の話があれば聞きたいな。15、ラップオン。俺が仮眠室で休憩を取ってた時のこと。なかなか寝つけなくて携帯いじってたら、壁とか床とかを鞭で叩いているかのような、変な音が連続で鳴り始めた。ドアとか立て付けが悪いのかと思って、開けたり閉じたりしてみたけど鳴りやまず、部屋の中のどこから鳴ってるのかもわからなかった。休憩したかったから我慢して寝たんだけど起きたら鳴りやんでた。仮眠室はよくラップオンするらしいということを後から先輩に聞いた。やぶ医者っていんの？いたとして、病院内での扱いってどうなん？あるある。とりあえずメロペネムとかな。容量が間違ってたりな。恐ろしいな。対人関係苦手なんだけど看護師になれると思う？この質問への答えによって、一致の意外な過去が明らかになるよ。対人関係得意になるよ。俺も元はコミュ障だった。一致がさらに不思議な話を投下してくれるよ。16。
他死ぬ部屋。入るたび患者が他死ぬ個室がある。というかあった。それまで元気だったのにその部屋に移った途端に、状態悪化して他死亡とかあったんだけど、ある日スーパー元気なじいさんが入ってスーパー元気なまま退院したら、それ以降患者が他死ななくなった。不思議。ちなみに他死ぬ部屋だった頃は、満室にならない限りは入れないようにしてた。怖いというよりは不思議な話だよね。一致はさらに、自身の考えも展開していくようになるよ。17、緊急避妊薬、アフターピルというものがある。行為後に内服することで妊娠を予防する薬なんだが、深夜に受診して処方希望する女性がいる。その場合必ず医者と患者が二人っきりになって、その性交渉が合意の上かを確認する決まりになってる。でもいくら相手が医者でも、男だったら襲われたとしても言い難いわな。そこは女性看護師が担当すればいいのになって個人的には思ってる。一致の思いに賛同する人は多いんじゃないかな。と、ここへ来て、一致に釣り疑惑が浮上するよ。これ釣り確定。実習中に女の着替え見放題とかありえん。俺も部屋一緒になったけど、男子のロッカーは見えないように裏側に配置されてたよ。そもそも看護学校って女子の体見放題とか触り放題なんて幻想だからな。先輩でそういうことを実行に移そうとしたばかりだけど、気持ち悪がられてはぶられてた。看護師が患者とデートするなんて聞いたこともないし、妄想だけで頑張ってる感がすごい。スレミンの意見もなるほどという感じがするね。そこへ今度は、別のスレミンがさりげなくフォローを入れてくれるよ。横やり失礼するがあったよ。病院はないかもだけど老年実習で老人ホーム行った時は、8人の女性のみで回してるすごい小さいところだったんだけど、男子ロッカーなくて女子ロッカーで着替えさせられてた。若い子は絶対入らなかったけど、アラフォーや子持ちお母さん連中は、見られてもいいから早く着替えたいって一緒に着替えてた。タイミングや施設の設備によってはあると思うよ。そういうこともあるんだと、納得できる内容だね。このフォローに乗って、一致も補足説明を加えてくれるよ。暑くて眠れないから戻ってきたわ。更衣室の件は説明足りんかったな。更衣室って言ってもその時割り当てられたのはなぜかロッカーじゃなくて、1K の寮の一室だったのね。で男女交互に着替えすることになったんだけど、面倒だから一緒に着替えればええやんって女子サイドから言ってきたんだよ。だから一緒に着替えてた。さすがに女子側から許可出されないと一緒には着替えれないよ。ただの幻想と思われたことに正確な説明が入って、信憑性が増したよね。ところで一致は、そろそろお疲れみたいだよ。こんなすれ立ててるけど実は夜勤明けなんだよな。そろそろ休みますわ。みんな健康第一で病院の世話にならないようにな。お大事に。看護目指したくなるよスレ。医療ミスは闇が深そうだよな。スレミンの言う通り、看護師ってものがよくわかるスレッドだったね。夜勤明けにもかかわらず、いろいろなことを書き込んでくれた一致には感謝しかないよ。今の世の中は男女平等が叫ばれて久しいけど、看護師って未だに女性のイメージが強いよね。そんな中で男性看護師である一致のエピソードに触れて、あなたはどう思ったかな？男性看護師ならではの役得や心霊系の話、収入の話など、とてもリアルで役立つ情報ばかりだったと思うよ。このチャンネルでは毎日面白ネタ、感動ネタの動画を配信しているよ。少しでもいいなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録してね。